日本海軍落下3兵1940-1945日本海軍空挺部隊項目では大日本帝国海軍が空挺作戦用に編成した海軍特別陸戦隊について解説する太平洋戦争初期のラニイ作戦タラカンの戦い目などの戦い目など攻略戦にてパラシュート効果にて実戦使用された日本海軍は シナ事変までに陸戦隊を実戦運用してきたが空挺作戦については特に研究も行っていなかった。しかし第二次世界大戦初期のドイツ軍空挺部隊の活躍に刺激された軍令部は海軍独自の空挺部隊の研究に着手することにした。1940年11月下旬に発せられた海軍大臣訓令により 第戦一実験の一組名を付された海軍空挺部隊の基礎研究が指示された。第戦一実験は横須賀海軍航空隊司令を委員長に航空技術省や法術学校などから集まった委員会が運営した。実験要員としては山部正男中尉と巡視官以下総計26名が横須賀空に配印された。当初はダミー人形を使った。 落下3試験に始まり、民間人に変装しての読売遊園落下3等、体験、ブランコによる飛び出し訓練などを経て、1941年1月に最初の有人降下実験に成功した。同年3月、第2期研究員66名が入隊して、次第に研究を拡大した。安全な降下法の目途がついたため、武器の選定や、 輸送方法などの研究に進んだ。同年5月下旬に、一応研究が完成したとして、第1001実験は終了される。この間、鹿島爆撃場での12名連続降下実験を行った際に、落下散策が装着ベルトに絡まって解散せず、最初の殉職者を出している。1941年8月中旬、軍令部は、 太平洋戦争海戦に備えて、高科技能者1,500名の2ヶ月以内の要請を発令した。立山法術学校に移っていた、大戦一実験の元研究員75名を、機関に訓練を進めることになり、9月下旬に、立山で最初の空挺部隊である、横須賀陳府第一特別陸戦隊が編成された。各地の陳府から集められた1,500名は、 立山海軍航空隊内に設置された輸送機体の支援を受けて降下訓練を始めた。訓練用の落下山が当初はわずか150個しかなく、また海に近いため降下地点が狭いなどの悪条件を抱えながらも、11月中旬には何とか3回ずつ程度の降下体験を終えた。この訓練中に数名の殉職者を出した。なお、イムカや 主警官は降下訓練は受けなかった。同年11月16日、霞ヶ浦飛行場を標的として、輸送機15機による集団降下演習を実施した。落下産降下に続いて、ようやく整備されつつあった武器を使って、陸戦演習も行い、強行着陸による速射砲などの展開も実験した。この演習は、軍令部総長、 長野治大将が加越し、陸軍参謀本部からも見学者が訪れている。同月20日には横一徳を分割して、二個目の空挺部隊である横須賀鎮守府第三特別陸戦隊が編成された。訓練協力してきた立山空の輸送機体も、実戦用輸送機部隊として第一航空隊に編入され、第1 0 1部隊と称するようになった。 これらの部隊は12月3日までに台湾へと進出した。なお、落下山兵は降下訓練を行うのが精一杯で、陸戦訓練はほとんど行われていなかった。台湾への進出後に、初めてまともな陸戦訓練を受けるありさまであった。日本軍のオランダ領東、インドへの進行経過。目など及びクーパンへの降下作戦も落下山のマークと共に記載されている。 こうして編成された海軍空挺部隊の任務は敵飛行場の急速な占領を行い、以後の進行作戦の拠点を確保することに定められた。太平洋戦争が始まると、まず1942年1月11日、横一徳がセレベスト北端の目など攻略作戦において落下参効果を実施し、ランゴアン飛行場占領に成功した。 ついでティモール島攻略作戦において横三徳がクーパン飛行場を狙った降下作戦を実行したが地上戦闘に手間取り大きな成果を得ることはできなかったメナド降下作戦は陸軍に先駆けた日本最初の空挺作戦であったが陸軍空挺部隊が予定するパレンバン空挺作戦の基頭秘徳のためその戦果はすぐには公表されず1ヶ月以上後の 大本営発表でパレンバン空挺作戦の成功とほぼ同時の発表となった。なお、飛行場のみならず、東アジア屈指の産油量を誇る、油田地帯、聖油所という南方作戦における日本軍の最重要戦略目標をわずかな損害で攻略した陸軍空挺部隊の孔は海軍の孔よりはるかに大きく目立つ結果となり、 陸軍への対抗意識が根強い海軍関係者の一部では不満が生じた。また、日本軍落下産部隊を歌った軍歌として大ヒットした空の新兵は後に陸軍空挺部隊を描いた同盟の映画空の新兵の主題歌になり、工述の通り陸軍空挺部隊は対戦後期にも数度の空挺作戦を行っているため知名度や先行の点から見て 海軍空挺部隊の働きは陸軍空挺部隊より劣るものとなってしまった。もっとも海軍空挺部隊についても報道員が撮影した公開映像をもとにした短編ニュース映画や対戦末期になるもののアニメ映画桃太郎海の新兵が公開されたこともあり国民にある程度は存在を知られることになる。南方作戦後陸軍は 数々の作戦を計画し後には事実上の空挺師団である第一挺戦集団を編成、対戦後期にわたり空挺作戦を実施したのに対し海軍空挺部隊が作戦を行う機会はなかった。アッツ島の戦いにおいて横一徳を救援に送ることが検討されたが中止となった。海軍空挺部隊は通常の陸戦隊と同じように 太平洋上の当初の防備に当てられ、横一徳はサイパンの戦いで全滅した。なお、落下産効果ではないが、マキン奇襲事件の際に、通常の陸戦隊一個小隊が、飛行艇で空輸され緊急展開したことはある。このほか対戦末期には、マリアナ諸島へ、輸送機を強行着陸させて、陸戦隊を下ろし、 温度空襲を阻止する、検索船が立案された。しかし、輸送機が空襲で消耗したため延期され、実行直前に敗戦を迎えた。なお、戦後に創設された、自衛隊の空挺部隊である、第一空挺団は、旧陸軍の絹笠春、おすも少佐を長とし、また、旧陸軍空挺部隊の元隊員ら20名によって、創設された、陸軍色の濃い組織であり、 旧海軍空挺部隊との関連性はない。横須賀鎮守府第一特別陸戦隊は、日本海軍落下山部隊の中心となった部隊である。1941年9月20日に編成され、指令には、堀内豊明中佐が着任した。同盟の部隊が、品地編で活躍しているが、落下山部隊として新たな人員から編成された、もので、 全く異なった部隊となっている。降下訓練後、同年11月20日に、半数の人員を分割し、新設の横須賀第3特別陸戦隊の要員に、当てた。これにより、定員849名となった。編成は3個中隊2砲隊などを加えた1個、大隊である。太平洋戦争が始まると、1942年1月に、 メナド降下作戦を成功させた。横一得の2波、合計408名は、ダバオから発進した第一航空隊の96式、陸上輸送機延べ45機により、落下山降下した。速車砲隊とイム隊は、報道班と共に97式飛行艇2機で付近の湖に空輸された。降下部隊は、オランダ軍を撃破して、ランゴアン飛行場の制圧に成功し、 海岸から上陸した佐世保連合特別陸戦隊と協力して、目などを占領した。なおこの際、目など攻略に参加していた水上規模艦、水保から発進した零式水上観測機の5車により、目などに向かっていた第一次降下部隊の96式、陸上輸送機27機のうち1機が撃墜されて、降下員12名含む搭乗者全員が戦死する。 事故が発生している。メナド効果作戦での損害は、戦士32名、戦勝者32名だった。1943年3月に、横3徳を吸収して、兵力1500名となり、五個中隊と対戦車砲小隊を機関とする編成に改められた。司令には、唐島達夫中佐が着任した。同年5月に、アッツ島の戦いが起きると、 救援の空挺作戦のため、300人の精鋭を襟すぐった、白菊部隊を用意したが、作戦中止となった。同年6月、第3中隊と第5中隊が、マーシャル諸島、ギルバート諸島方面の防備強化のために抽出され、横須賀陳樹府、第2特別陸戦隊として再編されて、ナウル島の守備に就いた。横に得は、兵力900名で、三方二門。 92式銃機関銃2丁、99式機関銃5丁などを装備した、通常の地上部隊となっていた。第67警備隊と共に防備に当たったが、連合軍の上陸はなく、補給途絶に苦しみつつ、終戦を迎えた。同年8月に、横一徳は、サイパン島へ進出し、訓練を行いながらの待機を命じられた。 1944年1月には、第1中隊も抽出され、潜水艦で潜入する、コマンド部隊である、S 特別陸戦隊のサセボチンジュフ第101特別陸戦隊に改編された。スケ101特は、横1特から移管された、機関短銃などの有料装備を持ち、中区島やラバウルへ進出したが、潜水艦の不足などから、 本来の潜入作戦を行うことはなかった。活躍のないまま1945年3月に解体され、第47警備隊や第85潜水艦基地隊などの現地部隊に吸収された。サイパン島に残った横一特主力は補充兵により一個中隊を増設して三個中隊編成となり、引き続き訓練をしながら待機した。しかし、 空挺作戦の機会はなく、任務もサイパン島守備に変わり、1944年6月15日にアメリカ軍の上陸を迎えた。横一徳は海軍地上部隊の再精鋭として陸軍部隊と共に上陸初日の夜間総攻撃に参加したが、翌朝までにほぼ全滅した。カラシマ司令も戦死した。横須賀第三特別陸戦隊は、 1941年11月20日に、横一徳の半数を分割して編成された。こちらも、同盟の部隊が、死な事変中に活動していたが、新規に作られた部隊で、つながりはない。司令には、福見光一少佐が着任した。定員は横一徳と同じく849名で、編成も同じである。太平洋戦争が始まると、 1942年2月のティモール島攻略に際して空パン降下作戦を行ったが苦戦した。700名が2月20日と21日の2波に分かれて空パン付近の牧場にパラシュート降下したが空パン飛行場へ進撃中に装甲戦闘車両を含むオーストラリア陸軍部隊と遭遇してしまった。連合国軍の東ティモールへの退路を遮断する。 一だったため激しい攻撃を受け、ようやく飛行場に到達した時には、海岸から上陸した陸軍部隊が占領した後であった。横山徳の損害は小さくなく、戦死35名、負傷者多数であった。ティモール島占領後は、アンボン方面の総統船に従事した。次期作戦に備えて、アンボンで待機していた横山徳は、 1942年8月のガダルカナル島の戦い開始により、外南洋部隊に編入されて、ラバウルへの進出を命じられた。空挺機材を携行して輸送船、第二東アマルで出港した。ところが、マキン奇襲事件の発生から、マーシャル方面の防備への転用が決まり、内南洋部隊に編入されて中区島への上陸を命じられた。 中区島に第三中隊を残すと主力はミレ島の防備に赴いた。その後、同年11月に上海海軍特別陸戦隊の二個中隊を中心に編成された第62警備隊ミレ派遣隊が到着したため交代して日本本土へ引き上げた。1943年3月に横一徳と統合され解体された。 太平洋戦争末期に、マリアナ諸島のアメリカ軍飛行場へ、強行着陸する、県作戦のために準備された、空挺部隊である。戦闘要員として、クレチンジュフ第101特別陸戦隊と、横須賀チンジュフ第105特別陸戦隊のほか、第2県部隊と称して、そのだただし隊員率いる、陸軍挺身第1連隊の一部も参加する、計画だった。 輸送担当の主力は、第706海軍航空隊の一式、陸上攻撃機が予定された。滑走路への強行着陸を行う方式であったので、海軍の参加辞任は、基本的に落下山降下訓練を受けていない。当初の作戦目標は、B、B-29 爆撃機を破壊して、本土空襲を妨害することにより、 本土決戦への時間稼ぎを行うことであった。原子爆弾の破壊も途中から任務に追加された。秘匿のため準備は高頭伝達で進められた。満月に近く夜間に飛行に適した1945年7月24日、出撃予定で三沢飛行場へ集結していたが、7月14日に、 アメリカ海軍機動部隊の空襲を受けて輸送用の一式立航30機が壊滅したため出撃が延期された。その後、次の月明の8月19日に出撃予定で再起を図ったが8月15日に終戦を迎え出撃することはなかった。専用の被服や装具を着用した平日本海軍空挺部隊は一般の陸戦隊と異なる。 特別の戦闘服を着用した。大戦一実験中に、横須賀軍事部が中心になって開発されたもので、物資の傾向に便利なように多数のポケットを設けると、共に落下山の作動に支障がないようボタンなどの突起物をなくしていた。軍家は、高架靴と称する専用のゴム手への半長靴を履いた。鉄棒の縁に、唾のない専用品である。落下山は、 初期の実験では搭乗員用を流用し、実戦では藤倉航空工業が開発、生産した一式落下山を用いた。一式落下山の総重量は 10kg で4.0秒で、解散、高加速度秒速5.2メートルの性能だった。主山の色は白色だが、横山特では識別用に、独自の着色を施している。 1943年春には、主産株から徐々に展開が始まるように改良して、解散時の衝撃を弱めた一式落下産得型が開発されている。なお、初期の訓練中に正常に作動しない事故が起きたため、1941年10月には、予備の応急落下山を訓練時には胸に追加するようになった。傾向品は以下のようなものである。 武器類は別梱包を原則とした。実戦で使用した武器の多くは、一般の陸戦隊や陸軍と共通するものである。主力小銃は、重心の短い機閉銃を用いた。拳銃を全員が持ち、機関単銃も優先的に配備された。空挺部隊専用の折りたたみ機構などを備えた、消火器は、管制本部の反対で研究が遅れ、1942年に、 なってから、組み立て式の小銃などが開発された。そのため、初期の降下作戦では、基本的に武器は携帯しないこととされ、別に梱包を施して落下散投下された。消火機弾薬は、降下後にタスキが消して、運べるよう団体にしてから梱包した。通信機として、長距離用の空2号電信機、近在部隊との通信用の TMK 弁電信機、 体内通信用無線機を保有した。体内用通信機は、メナド作戦時には、標準的な陸戦隊用通信機の97、式形態無線電話機であったが、後に専用品も開発、配備されている。特殊な資材としては、1943年頃に、折りたたみ自転車や重油式の調理用ーバーナー、通信機を応用した。 敵兵探知用のマイクロフォンセンサーなどが開発されていたが、空挺作戦で実戦使用する機会はなかった。日本海軍以外で海軍が独自の空挺部隊を装備、運用した例は数少ないものの、他にイタリア海軍が1941年に編成した P 大隊がある。これはサンマルコ海兵連隊から抽出した100名の兵士から創設された。 コマンド部隊的な性格を持ち、マルタ島攻略作戦に、陸軍のフォルゴーレ空挺師団などとともに、参加予定だったが、同作戦中止のためイタリア降伏まで、実戦の機会はなかった。その後、イタリア社会共和国海軍の地上部隊、デチママス師団の NP 大隊として活動している。なお、第二次世界大戦時のイタリア軍は、 陸海空軍がそれぞれ空挺部隊を編成していた。アメリカ海軍も海兵隊の一部として海兵空挺部隊を1940年から1944年の間だけ編成していたが実戦での降下作戦はないまま廃止された。ロシア海軍不評には空挺部隊が第二次世界大戦中から存在していた。1945年のカラフトの戦いでは 小脳トロ村の飛行場に強行着陸して占領している。エトロフ島の占領のためにも、カタリナ飛行艇2機で空輸されたが、ノームで到達できずに、任務は失敗し、1機はウルップ島に不時着した。なお、フランス海兵隊には空艇部隊があるが、これはフランス陸軍の一部である。ただし、戦死総書では、横一徳が第1一部隊であるとしている。 パレンバン作戦直後の1942年2月15日17時に海軍のセレベスへの落下山降下発表。その10分後の17時10分に陸軍によるパレンバン降下作戦が実施され戦火拡大中であるとの発表。横一徳から助百101徳指令を経て転入した山部少佐のように降下技能を有する本来の落下山兵もいた。 他方、陸軍の低身連隊は、正規の落下山空挺部隊である。ありがとうございます。